ただいまご紹介いただきましたありがとうございます。近くにいました佐々木真央と申します。岩手県といえばこれまで宮沢賢治の岩手県って言ってたんですが、まあ、昨今大谷翔平の岩手県です。野球やってるのは令和の怪物と言われる佐々木朗希の岩手県です。野球で名を紹介するようにしてます。その岩手県の亀市から参りました。まずもってあの震災から来月11日で9年目ということになります。この間皆様からは多大なご注意をいただきました。幸福に向かっているのも皆さんのおかげだと思ってます。日本全国全世界からご支援いただいたんですが、特にも大阪の方々には本当にご支援いただきました。私のずっと本部にいる間、大阪のイメージといえば大阪市の方々が、大阪市が現地本部を釜石に作りまして、特に私を記憶あるのはあの軽快な大阪弁で被災住民を和ませ、仮設住宅のコミュニティ自治会などを作ったのは本当に大阪市の職員の皆様です。その他にも摂津市の方が派遣に来たり、本当に大阪の方々にはお世話になりました。この場を借りて感謝を申し上げたいと思います。先ほどご紹介あった通り、当時私は防災の担当でして、釜石では1000人以上の方が亡くなりましたので、防災担当者としては切腹者です。全く自分がやってたことの無力さと、これほどに人を死なせたという罪悪感、後悔でいっぱいです。本来皆さんの前で話するような人間ではありません。ただ腹を切る勇気もありませんので、こう流れてますが、自分が間違ってしまったこと、自分が失敗したこと、釜石が失敗したこと、これらを話すことで同じ思いの行政マンになってほしくないと思いますし、釜石と同じような市政を出す市町村になってほしくないという一念で、お話をさせていただいています。昨日は奈良県の十津川村の方で、以前10月に、昨年の10月にこの授業で呼ばれたんですけど、またぜひ来てくれっていうことで、昨日小学校の5、6年生に行こうと高校の先生たちの前でお話をしました。そういう機会をいただいてとても感謝してますし、少しでも私を反面教師にして、これからの計画とかそれらの地域防災に向けて皆さん頑張っていただきたいなと思ってます。それではお話を始めます。釜石です。釜石は岩手県の沿岸部、太平洋沿岸の中心、あの真ん中辺にあります。岩手県はすごい広い面積の広い県でありまして、四国4県の広さがあると言われます。その東の真ん中の方にあります。まあ、世界あのお魚の大変取れる美味しいところでありますし、リアス式海岸ということで独特の地形をしてます。もうギザギザになってまして、その半島沿いに漁村がたくさんある。まあ、これが被害を大きくするわけですけど、漁村集落がたくさん半島沿いにあるという構造になってます。人口はかつては10万人ありました。製鉄所の町ですね。先週のブラタモリ見た人ありますか？先週の土曜日、ブラタモリっていう番組 NHK の見ませんでしたか？なかなか面白い番組ですけど、あのタモリがこう地域を歩くんですね。それで釜石の三陸鉄道っていうのをこう2週続けてやったんですが、先週の土曜日は釜石編でした。釜石は鉄の町で、日本で最初に製鉄所ができた町です。で、釜石鉱山と鉄鉱石が取れる鉱山があるんですが、もう閉山になってますけど、まあ、その中をタモリが歩いて、まあ、釜石の歴史を語るわけですけど、まあ、日本で鉄道も新橋、横浜、大阪、神戸から3番目に釜石に鉄道が通ってるという歴史のある町です。現在は製鉄所の合理化で人口は3万5000人ほど、もう半減以下になってますが、
震災の前の年くらいですが、山口九州近代化遺産と世界遺産に採択されました。長崎の造船所とか北九州の八幡製鉄所ですね。これらの歴史の先駆けが釜石だ。釜石の技術者が八幡に行って製鉄所を起こしたということで、釜石はルーツだということで世界遺産で飛び地ですが世界遺産に採択されております。釜石の鉄鉱山ということで採択になっています。また皆さんは若いからご存じないと思いますけど、昭和53年50年代新日鉄釜石ラグビー部というのが7連覇日本選手権7連覇という歴史があります。北の鉄人と言われまして、ウェールズカラーの赤いジャージですね、赤いジャージで一世を風靡しました。ラグビーの聖地と言われてます。そのことで釜石はズタズタに震災でなったんですが、ぜひ子どもたちに夢をということでラグビーワールドカップを釜石でということで運動して、全国12の会場のうちの1つに選ばれまして、全く何もないところからスタジアムを作ってそこで2試合やるということになりました。残念ながら1試合は台風19号で中止になったんですが、そのチームのメンバー、オランダですか、オランダとかのチームの選手が翌日に土砂上げの、台風の後の土砂上げのボランティアをして大変な評価を浴びました。で、釜石がとても12会場でもとても良かったっていうことでギャラクシー賞っていう賞を唯一いただいたという、そういう街です。まあ、ラグビーマンにとっては本当の聖地みたいなところになるかと思います。まあ、そういう町です。で、皆さん特にも総合計画あると思いますが、当時ですの、当時の総合計画では4つの柱の1つが防災ということでした。その頃30年来に 99% 宮城県沖地震が来ると言われてましたので、防災は市の計画の中心なものでした。で、自分も一生懸命やってるつもりでした。楽しそうそうより先んじていろんな施策をやってるつもりでしたが、全く意味なしませんでした。結果が1000人以上の壊滅的な被害、死者を出して壊滅的な被害ということで、全く計画も地域防災計画も全くに役に立ちませんでした。で、特にも釜石の子どもたちはマスコミで釜石の奇跡と言われました。その翌年でしたか、横浜で世界銀行の総会があったんですが、釜石ミラクルということで、世界的に有名になりました。これは子どもたちが自主的に逃げて助かったというお話です。自分たちは市内で1000人以上死んでますから、釜石の奇跡なんて言えません。子どもたちは助かったけど大人はたくさん亡くなったわけで、これはマスコミが作った言葉ですけど、自分たちはとても言えません。でもこれを指導していた大学の先生はこう言いました。釜石の子どもたちは頑張ったんだから、その評価で釜石の奇跡っていう言葉を認めようやって先生は泣きながら話をしてくれます。私もそうだなと思っております。で、釜石は特色のある防災教育を全国に先駆けてやってたということです。これはきっかけがあります。釜石を防災で教えてた先生は当時の群馬大学の片田先生という有名な先生です。今東京大学の先生してますが、この方が釜石にをなんて言いますか、フィールドにして防災のいろんな取り組みをしてたと。最初はこっち の三重県の方ですか、尾鷲とここでしてたんですが、釜石にもフィールドが欲しい、三陸にも欲しいということで釜石で始まって、先生からいろんな、私が防災に行く前ですからいろんな助言を得たり講演会をやってたと聞いてます。で、学校の先生たちを中心な防災の本当リーダーにするために先生たちともしょっちゅうやってたと聞いています。ある時住民の講演会
に行って、まあ、いつも講演会に来る人はお年寄りで、いつも来る人同じなんですが、講演が終わったらぽつりとその老人が言ったそうです。先生いい話いつもするけど釜石は大丈夫だと、防潮堤もあるし世界一の湾口防波堤もあると、津波なんか大丈夫だって言った時に先生は愕然としたそうです。これじゃもうダメだ、大人やっても無駄だということで、よし子供は真っ白だから子供たちを教えればすぐ意識づけなんじゃないかということから始まったのは全国で初めての防災教育だと伺っています。それから、まあ、その頃は ゆとり教育だったと思うんですけど、先生たちは、まあ、そんな時間がないと言ったらしいんですが、教育長さんがやっぱり地元の海の出身の方で、教育長さんがリードして、まあ、そういう防災教育を始めると、それがきっかけでした。で、子どもたちの意識、私はそれが始まってからもう6年7年後に行きましたので、子どもたちの意識は完全にもう変わっていました。ある時私が防災会に行った時に NHK の試して合点という番組が来ます。これのテーマは人はなぜ避難をしないかというテーマでした。で、釜石の例が、あの尾鷲の例と釜石の例するんですけど、尾鷲の例は区長さんが逃げるぞ避難するぞって言ってみんな逃げる。人間って一人が率先して避難するとそれにくっついていく習性があるんだそうです。で、それが尾鷲の映像で、釜石の映像は子どもたちも勉強してるので、うちの中で、お父さんと息子がいて、中学生の息子が地震だお父さん津波注意報警報だよ学校で習ったんだから逃げようって言ったら、お父さんは新聞見ながらそんな来るはずない逃げることないって言ったのが釜石の映像です。まあ一つの例ですけど、そしたら次の日にその町内の会長が私のところに怒鳴り込んできました。なんだ釜石の恥だと、なんであんな番組にさせたんだってすごい怒ってきます。いや実際その通りだろうと、そうしないように活動しようやっていうことで、その人と仲良くなって自主防災組織を作ることになります。それくらい子どもたちの意識は変わって、大人は変わっていません。で、またお年寄り、お父さんお母さんもそうですけど、お年寄りもまた意識は変わらないんです。お年寄りは津波の経験はあるんです。昭和35年のチリ地震とか十勝沖地震とか、あの津波とかいろいろあるんですが、大人たちは逆に前の時はここまでしか来ない、前の時は大したことなかったって、まあ、前例で言うわけですよね。だから大人の意識も変わらないと。で、釜石はしょっちゅう津波警報注意報は毎年ありますので、その度に津波だ津波だって言っても来ないわけですよね。100回に1回くらいしか来ないわけですよね。だから狼少年みたいな、どうせまた来ないどうせまた来ない、で今回もう100回目にドーンと来るわけです。これの繰り返しなんですよね。だから自分はこの頃公園で一番気づいたことは、自分は何が一番罪だったかというと、あの地震、巨大な地震、揺れ、長さ、かつてない地震の揺れで避難をしなかった住民を作る、避難しない住民を作ったのが一番罪だと思っています。私がやるべきことは、あの地震があった時にこれはもう避難しなきゃないっていう人を作るべきだった、それが一番私の罪なんだろうなと思っています。まあ、そういう意味で、いろいろ取り組みをこう子どもからしてきて、私がこの子ども教育に携わるのはもう子どもの意識変わってましたので、その頃やったのは今度大人を巻き込んで訓練しようということで、大人と一緒、地域と一緒に訓練をして、地域での意識づけをつけようというのが私が言った頃やってたことです。そこに津波が来ました。で、釜石の奇跡と言われた宇野住小学校、釜石市中学校の生徒たちは助かるんですが、その地域で大人は1000人のうち6割がその地域で亡くなりました。大人たちの意識を変える前に来てしまったということで本当に悔しいです。片田先生ともう全く無力だったということで涙流し合いましたけど、本当に悔しいです。で、あの日が来ます。3月11日です。まあ、こちらでは今議会とか伺ってますが、
釜石では3月に3月の定例議会があります。3月11日私も議場に入っておりました。議場は3階にあって14時46分に巨大な地震が来ます。もう議場はすごいこう天井の高いドームみたいな感じですごい揺れてば崩れるんじゃないかと思います。ですぐ議長が休会を宣言しますので、私は3階から2階の自分の部署に行ってすぐ部下に命令します。もうこれは絶対津波が来るから避難を指示する放送しろということで、防災行政無線で放送させます。でその間も揺れてました。もう物が落ちてくるわ。ですぐさま停電になります。で情報はもうラジオしかない、まあ、その時に3メーターの大津波警報でした。またこれが後から悪さをするんですが、実はその1年前もチリ地震津波があったんです。チリ地震津波津波地ですから24時間かかって津波が来ますので、もう構えてていいわけですね。あと何時間後に来る、普段の津波みたいにドーンと来てバサッと来るわけじゃないので、その時も3メーターの津波警報です。で釜石でもよくありますが、警報が出てもせいぜい30センチか40センチの津波、津波って1回だけじゃないです、6回も7回も押し寄せてくるんです。津波ってその時も最大50センチくらい、そういうイメージがあった。3メーターの津波っていうのはそういうイメージがあったという、同時にあの 3.11 の 2,3 日前にも津波注意報があったんです。それでもみんな避難しないわけですね。どうせまた来ない、どうせまた来ない。で3月11日もう巨大な地震です。それが来ちまった。3メーターの津波っていうのは1年前も3メーターの津波だったけど、今回も同じじゃないかっていうのがあったんじゃないでしょうか。あの地震で、さっきも言った通り、あの揺れで逃げない住民を作った。もっとそこを徹底的にやればよかったと今大きい反省をしています。で、2階から自分は見てました。で、あの日は金曜日の午後だったので、議場にも議員もいたし、もう職員も幹部も全部いるわけですし、職員もほとんど出てない、まあ、職員の、犠牲というのはほとんど釜石は3人の島地区っていうところで3人亡くなってるんですけど、隣の大津町では町長以下50人くらい亡くなってます、職員で。陸前高田市とい う南の岩手県の南の市は40人くらいの職員が亡くなっているということで、自分らは本庁でそういうことなかったんですが、まあ、そういう状況で、みんな避難、住民も避難 してきます。庁舎は海から500メートルくらいしか離れてないんですが、ちょっと小高い丘にあるんですね。で、住民もいっぱい避難してきて、自分はそれを2階から見てました。で放送をずっと続けてやれって、もう30分間に休みなくさせてました。で、車が渋滞してます。みんな海の方から内陸に逃げようとして、車はで当然信号機は停電ですからもう動かない、もう渋滞してる。で車に乗ってる、それが流されたのがこう目に見え、何人も見ました。まあ、車大事だと思って車を助けようと思った人は車ともとも流されてしまう。よくお話聞くと、ただ例えば当時の消防庁だった人がやっぱり消防車で海の方に見に行ったらしいんですけど、もう渋滞して動けなくなって、後ろを見たらもう津波が来てるので、ちょっとした小高いところに登って助かった。みんなその紙一重です。だから車が大事で、車を助けようと思った人たちは一緒に亡くなってる。もう3000台も5000台も廃車になった車が、最初車の処理で大変でした。それくらい車が被害に遭ってます。でちょうど釜石はいつも30分くらいで津波が来るんですが、まさに30分、15時14分に来ます。その頃はもう警報は10メーターの津波、大津波警報になってますね。10メーターになってるんですが、もうその時間には2、30メーターの津波が押し寄せてきているという状況でした。で、ここで大きい反省をしました。お前らが3メーターって言った。みんな住民は3メーターの情報しかないんですね。もうテレビ
見れないし、最初に停電になってますから、あれが3メーターって言ってから釜石の海岸っていうのは4メーター以上の防潮堤、4メーターか12メーターくらいの防潮堤がザーってあります。だから3メーターだったら抑えきれんじゃないかと思って、お前らが3メーターって言ったんで死んだ、マスコミにもそういうふうに書かれました。私は徹底的に叩かれました。まあ全くその通りだなと思いましたので、すぐマニュアルを変えます。もう津波でも気象庁が何メーターって言ってもそれはもうイメージするから、メーターしゃべるのはやめようと。巨大な津波が来るとか大きい津波が来るとか、早く高台に逃げろっていうようにしようっていうのマニュアルを変えました。また行政防災行政無線ですから、行政的にしゃべる、優しくしゃべ、普段しゃべるわけですね。これはやっぱり危機感をこう伝えられないんじゃないかっていうことで、命令口調にしよう、もう来るぞ逃げろとかって危機感を煽ろうっていうことにします。あと首長にがいたら首長に喋らせよう、市長が津波来るぞ逃げろったらみんな何事かと思うわけですから、そういうふうな仕組みを作って取り組みをしてました。結構あの頃は余震がしょっちゅうありましたし、結構そういう危険な状況もありましたので、そういうマニュアルをすぐ作っていたら、まあ、気象庁の前に泊まりまして、気象庁もすごい反省したわけですよね。たくさんの人を亡くしたということで、でマグニチュードも最初は 9.0 だったの、機械がぶっ壊れて最終的には 9.2 とかになるんですけど、気象庁の自分が委員になりました。国の委員になって、その避難どうして人間はしないんだろう、どうしたらいいんだろうとか、その仕組みについて自分大学の先生とかマスコミの方とか委員になってお話しします。それで今その津波の在り方は変わってますね。あのメーターは喋れないことになりました。最初はやっぱりイメージがあるので、最初は巨大な津波が来るとか大きい津波が来るっていうのが放送になってますし、あとテレビでも見て、大雨なんかでも見てると思いますけど、言い方が避難するような言い方になってますよね。かつてないような大雨が降ります、皆さん自分の命を大切にしてくださいみたいな、昔とこう言い回しが違ってますが、まあ、そういう委員会に自分も入って発言をさせてもらったことになります。でそういう形でもう津波を何回も押し寄せてですね、もう役所を動くことができなくて、役所中もがれきの山です。津波は全て木造の家をもう粉々にしてもう押し出してきますので、役所の周りはもうどこにも行けない状況、がれきの山になります。で情報も入ってこない、もう停電ですし、で3日3晩市役所に閉じ込められるということになります。まあ当時議会でしたから、こんな格好でもう着替えもできないしということで、3日3晩閉じ込められました。で4日目にもう役所を捨ててということで、別な場所に本部を持っていくということになります。で、死亡者が888人、行方不明者が152人と、いまだに152人の方が見つかっていません。月命日の11日になれば、警察とか海上保安部の方々は今でも海岸や海を捜索しています。これはどこの市町村ですが、いまだにやってるということになります。隣の大津町なんかはまだ400人くらいの方が行方不明みたいな感じになっているということになります。で、大きい被害もありました。で、企業もだいぶやられました。市役所の施設、学校、あとは釜石ってこう本当に海辺に平地があって、そこに主要な施設ありますから、警察、消防署、海上保安部、市役所みんな被災して、みんな機能不全になります。でライフラインももう使えない。で釜石ってこんな形になってます。で地区があるんですけど、まあ、ここは最初の頃の土木学会が出した数字なんですが、実際は20〜30メーターの津波が来てる。ここが大槌湾って、ここは大槌町ってあるんですけど、ここは大槌湾で一番被害が大きいところです。
ですね。ここ30メートルぐらいの津波来てますが、まあ、自分の生まれたところ、ここの海水浴場、ここにあるんですけど、一番奥で、やはり30メートルぐらいの津波に来て、私の集落は70軒あったんですが、すべて流されて、跡形もありません。娘が何か残ってないか探しに行ったんですが、何もなかったって泣いていました。それくらい、もうズタズタになったところです。で、ここは町の中心部です。ここに世界一の湾口防波堤っていうのがあります。これは30年かけて1200億円で、海底が63メーターで、水の上から6メーターの防潮堤が30年かけて、この震災の2年くらい前にできたんですけど、これが1回の津波で壊れてしまいます。で、その後にまた400億円くらいかけて、ここ今直しております。で、こういうふうに宇野住まいという、さっき言ったここが地区が6割くらいのここでなくなって、で、震災前の釜石ですね、こういうふうに、これがリアス式海岸でギザギザ入ってます。で、ここが釜石湾ですね。釜石湾で町の中心を新日鉄の誘致が持ってますね、設定所。で、これは新日鉄の24時間、東北では一つだけの24時間の専用バスですね。で、ここが公共不得で、役所は、役所これかな、役所がこの辺にあるんですね。この辺の上までも津波はこの辺全部一帯を粉々にしますね。これが津波押し寄せた、これは避難場所の避難道路っていう、役所もすぐ横なんですけど、みんなもう唖然として見てる。で、町の中はもうこういう状態です。で、これは大阪の方の方の緊急消防隊がすぐいち早く大阪の方の方々が来てくれまして、避難救助、救助じゃないです。遺体捜査になってます。これは本当に役所の前ですね。こうもう瓦礫の中、こういう中から遺体がどんどん出てくるということになります。これが先ほどの住まいという大津町に面した、これが集落です。で、これが釜石の奇跡と言われた、この東中学校とこの住まい小学校がある。この子たちが、ここを一緒に、この山まで 1.5 キロ駆け上がったということで、これがもう全国的に有名になりまして、あの震災直後、もう視察がもうすごい絶えないくらいに来ました。で、自分の生まれた集落はここです。ここは全て流されました。で、自分の集落はここ海水浴場なんですね。砂浜できれいな2キロあったんですけど、これが全く砂浜がなくなります。これがその後の津波の、さっきのうちがいっぱいいたところの津波の状況です。学校の跡は残ってますけど、もう全くうちがありません。で、自分の集落にこの砂浜があったんですが、もう地盤沈下、津波で流れて海になります。もう川だったんですよ。1キロ以上砂浜があっても全く地形が変わります。で、一番この宇野住まいでもなくなったのはこっちの方です。こっちの方はこれまでも来たことないし、ハザードマップでもこういう線が光ってるの、うちはセーフだよねって言ってた人たちが、ここにうちにみんないたそうです。ここまで来るはずないと、来るはずないという人たちがうちに行って流された。この人たちが一番流れた。だからハザードマップってすごい危険で、安心マップになったんですね。うちはセーフ、あんたはアウトみたいな感じで、みんな逆にあれを信頼してしまった。ハザードマップの危険なところはそこです。あれはあくまでも予測ですから。でもやっぱり住民はうちはセーフなんだと思って、みんなここにいた。ハザードマップは目安なんだよっていうことをちゃんと言わないと、どういうのが来るか分からない。ハザードマップの怖さはそこにあると思います。あくまでもシミュレーションして作ったものですから、それ以上の来る可能性もあるわけですから、ハザードマップが安心マップになってはダメだ、あくまでも目安なんだということを教えなきゃ。だから逆にハザードマップのこの危険地域の人たちの方が逆に助かってんですね。ハザードマップで安心だって言われた人たちが、前さっきも言いましたけど、高齢者は昔もここまで来るはなかったし、来るはずないって、うちで
団らんしてた時に来て亡くなったって地域の人から聞きました。で確かに亡くなった人を点で追っていくとこの辺のハザードマップの外の人たちが大変亡くなってたっていう状況にあります。でこれが漁師っていう町の中心部と野島に行く途中にある集落、漁村集落ですね。250軒あったところなんです。でここに8メーターぐらいの防潮堤があります。でこっちが海ですね。まあこれよく映像で出てきますけど、ここの会長さんが、まあ、撮ってた映像がすごい映像があるんです。津波がここを乗り越えてこれを全部に飲み込んでこうもうさらっていく。でここでは50人くらいの人が亡くなってますし、ここで250軒のうち残ったのは山の上にある15軒しか残りませんでした。こういうふうに全て粉々になって、で引き潮で津波は何回も来ますから引き潮で全部これをさらっていくわけです。だからよく見た人は家の2階から助けてくれってそんなにもできなくてこう行った人も見たっていう人もあるくらい、この引き潮がもうすごい勢いです。ほとんどこの防潮堤と護岸工房があってもそうですけど、引き潮で根元を削られてほとんど倒れるって。前には強いんだけど後ろから来た引き潮ってすごいですから、多分今遺体が見つからない人っていうのはほとんどこう引かれていったんじゃないかと思われます。でこれも遠にっていうところなんですが、ここは10メートル以上の巨大な防潮堤やったんですけど、もう粉々です。これも防潮堤です。で一枚の粉々になる。でこれが災害当日の夜です。もう真っ暗、これが何のわかりかちょっとわからないんですが真っ暗です。情報言うようにも何もない。まあこの時何してるか自分全く思い出せません。とにかく情報言おうとかなんか一人でいろいろやってたらしいんですけど全く記憶にありません。でこれが市役所を捨てて4日目に違う場所に再逮捕もするんですけど、まあ、こういう感じでまだ寒い。これ市長ですけど、まあ、夜の本部の会議をしてる。でこれが避難所の一つですね。皆さん避難所の上後でお話ししますけど、これが市役所の横に釜石第一中っていう平行になってた学校で空いてた体育館なんですが、これがこれで1ヶ月後です。1ヶ月後4月11日の14時46分に黙祷をして市の防災行政無線で黙祷、1ヶ月でもでもまだこんな状況でした。本当に不便な思いさせた。で避難所はお盆前には8月13日、それ前には仮設に全部入れようということでやって、まあその通りはなったんです。本当に寒い時期から暑い時期までみんな住民に不便かけたということになります。これがさっきの小野住まいですね。で、その後、小野住まい小学校、東小学校あったところは、さっき言ったワールドカップの会場に、これがワールドカップの会場です。これちょっとまだあれかな、すっかりできる前だと思いますけど、まあ、ここの会場で2試合ということで1試合しかできなかったんですが、こういう形になっています。ここにあった学校は、まあ、この山の上に作った。でこれは漁師、さっき250軒のうちほとんどなくなった漁師地区なんですが、こういうふうにもう津波に遭わないようにしようということで森としてここ20メーターか30メーターあるんですけど、その上に新しい高台店で新しい町を作りました。で、復興住宅が今市内各所にもうたくさんあります。これがさっきの宇野住まいにあった釜石の奇跡と言われた中学校と小学校ですね。でここはすごい訓練をやってました。一番ここが盛んでした。で自分が防災課長に就任してからここで何回も訓練してます。ある時副校長先生、女性の副校長先生に言ったことがあります。先生こんなに防災の勉強ばっかりしてていいんですかって言ったことがあるくらいしてました。
で住民も一緒になってやってた。で当日校庭で生徒がサッカーをしてたそうです。でその子どもたちがもう巨大な地震でこれ津波来るぞみんな逃げるぞって言ったそうです。でみんな降りてきて3人よといつも訓練してますから、なら小学生の生徒は校長先生がまあ出張らしかったんですけど、ここを3階にみんな避難したそうです。3階に避難したらこの中学生と消防団の人たちがそこも危険だから一緒に逃げようといつも一緒に訓練してます。で一緒に逃げて助かった。もしここに350人いれば3階まで津波来てました。このここに車が刺さってましたので、それくらいここ全部やられたので、もし350人が津波に飲み込まれた可能性はあります。本当の訓練の賜物だと思いますし、もし全員亡くなっていればもう大川小学校話題になりましたけど、まあ規模で言ったらいいのか分かりませんけど、人数的にはまあ甚大な被害だったわけで、本当によく避難してくれたなと感謝してます。中学生にも感謝してますし、小学生たちもよく逃げたなと思って。でこれが今の中学校山に中腹に作りました。で私は飲むことが大好きなので、これ飲み屋のあれですけど、釜石は制定書があって24時間眠らない町と言われました。3交代あっても24時間コールは止まらないわけですね。だから飲み屋がいっぱいあったんです。で自分はこれ役所に入ってからもう今から40年くらいこの飲み屋横丁というところに行ってんですけど、これは津波で全くなくなって、仮設でも仮設が落とし なくなったんですけど、ここも通い、今はまた新しいところに通ってるということで、もし皆さんが来たら飲み屋横丁ご案内しますのでご連絡ください。すいません、ちょっと暑くないですか、はい、大丈夫ですか。で課題はたくさんあります。今日はあの皆さん避難所運営がの方が多いっていうんで、そこらを中心にお話ししたいと思います。検証委員会では事前の取り組みが全く甘かったっていう、まあ、そういう一言バッサリやられました。全くその通りです。地域防災計画が全く役に立ちませんでしたし、全く想像できないことばっかりやってました。まあ、それくらいなくなったのもそうですが、いろんな面で、震災後のいろんな対応でも全く適切な計画も作ってないし、準備もしてませんでした。で、さっき言った通り、やっぱり津波とか災害に対してはやっぱり最後は避難行動になりますので、そこを強く植え付けるべきだったろうなと思ってます。まあ、皆さんの方でももしここが一番大雨とか雨の川が増水するとか決壊するとか、そのやっぱり最後は避難しかありませんので、あの自然に立ち向かって止めようなんていうのはできませんので、もう早め早めに避難するっていうことしかないんじゃないでしょうか。で特にこう想定してなかったのはやっぱり遺体の数ですね。遺体に数でこれはもうびっくりするくらいなくなったわけですから、これはもう大変でした。市の計画でもほとんどなかったものですけど、まあ、遺体安置所祭の計画もありませんでした。遺体を安置する場所最初は1箇所だったんですが、とても間に合わない5箇所くらいになったんです。で最初の頃は毎晩遺体をどうするかっていう、埼玉本部の会議はそうでした。まず遺体が誰か分かんない、これ分かんないとまず処理できないだろうっていうので、市長が防災行政無線で遺体を確認してくださいとお願いし、バスを遺体安置所を回すバスを出して分かったところで、東北各地の火葬場にもう変な意味搬送してですね、そこでやったと。もう時間、まあ、寒い時期で、まあ、偶然してよかったんですけど、まあ、暖かい時期だったらそういう猶予はなかったんだろうな。毎晩土葬しなきゃないんじゃないか、土葬というのは、まあ、山ほど埋めるわけですけど、それをやんなきゃないっていう相談で、みんな誰もやりたくないですから、市長も穴は掘ったんですけど、やらざるに済みました。大変でした。
で、地域防災計画にも遺体処理班なんていうのはないですから、自分はどちらかといえば教育委員会の方ってあんまりないんですね。学校の管理とか災害でも学校の被害調査くらいなんです。だから教育委員会の若い屈強なやつらをこの遺体捜査、遺体処理にします。まあいろんな遺体見たので彼も大変でしたし、メンタルになった職員もたくさんおります。自分は本部にいてこっちは運べとかこうしろとか、遺体だから物じゃないぞ、トラックに重ねるなとか、必ず毛布で包めとか指示してましたけど、私自身はそういう遺体見てないわけですね。本部にいて指示だけしてたので、運んだ彼らはどんな思いでやったかというのは今もう想像に難くないんですけど、本当に大変な作業をやらせてしまったと思っています。で、避難所運営です。避難所運営、大変なことがたくさんありました。最初は例えば60何箇所とかこう指定するのがあったんですけど、海側の避難所は全てもう流されるわけですから、全て内陸の避難所に行かなきゃない、もうとても足りない。で、最初は市の職員がついてたんですけど、市の職員ももう限界ある、毎晩やってるませんので、まあ、いろんなことがありました。で、あとは考えられないことがいっぱい起こってきました。例えば避難所にこう支援物資を持っていくんですけど、そうするといろんな方がうちの避難所に来てないって方がいっぱい本部に押し寄せます。え、やったはずですよって言うと、実はさっきの漁師みたいなところで残ったうちの高台に残ったうちが避難所になってる。ほとんどさっきの地形のように漁村はもう孤立集落になります。もう道路が行けない、ほとんど避難というか住民はヘリコプターで釣り上げて内陸の避難所に連れていくんですが、やっぱり何人か残るんですね。遺体を集めなきゃないとか、そういうふうに残って、その高台に残ったうちで生活している避難所というのは実質的にたくさんできたんです。これは1週間後くらいに分かるんですね。こう本部に来て、俺らに避難所に来てないぞ、支援部署やってるはずですが、都度そういうところにできてた、自然に発生的にできてた。あとは在宅避難というのがありました。避難所に行けばプライバシーないし気使うから嫌だ、うちが壊れて、その壊れててもそこで寝てた方がいい、真っ暗でもそこにいた方がいい、たくさんいました。今よくプライバシーがないとか車で寝たりする人いますよね。まあいろんな形でそこに行きたくないから在宅避難、うちは壊れててもそこで避難してるというのはたくさんいました。これもびっくりするくらいいました。あとは何だろう、なんかで例えば NHK が釜石では罹災証明の発行が始まりましたとかニュースでやると全国が電話来るんですね。それって何だろうと思うと、私ももらえますかって、どういうことかと思うと、東京の息子のところに持ち主的に行ってるとかですね、北海道の娘のところにも避難してるとたくさんいます。誰がどこにいるかって全くわからない状況です。で、避難所についても最初名簿作ってやるんですが、もう自由に動くんですよ。自由に動くっていうか、いや私の知り合いあっちだし家族あっちだからって、もう次々変わってくるんですね。だからもう確定するというのはかなりの日数がかかりました。まあ、避難所運営、そこまでうちらも訓練もしてませんでしたし、そういうことは今どこの市町村もしっかりしてると思うんですが、名簿、本当に名簿をしっかり作るまでに3ヶ月も4ヶ月もかかりました。多分その夏に市会議員の選挙があって9月頃でしたか、8月、そこまでにはどうにか居場所を決めようやって頑張ってどうにかそれまでできたんですけど、本当に誰がどこにいてどうなってるかっていうのは本当に3ヶ月4ヶ月経っても分からない状況でした。そういうふうに避難所でも普通の避難所、あとは勝手にできた、勝手にというかもう自然発生的にできた避難、在宅避難所とか、あとは外部にもう避難している人もいる、いろんな場合がある。みんな避難所にだけに情報とかものをやってれば自分らはいいと思ってましたけど、全くもう全く違う展開になったということになります。で、瓦礫の処理ももう甚大なものでした。
で、瓦礫の処理で皆さんも、まあ、記憶あるかもしれませんけど、セシウムが原発事故ありましたんで、もうどこも受け入れてくれないっていうところがあったんですけど、やっぱり北九州は鉄の町で釜石の受け入れようとなったんですが、やっぱり住民に反対する人がいてダメになったと。最終的には東京都とかね、あの静岡県の方でいろいろなって、全国的になって、おかげさまで、まあ、3年で全て瓦礫は処理されましたけど、最初の頃はもうすごい瓦礫の山です。まあ、余談言うと、あの釜石ではチョウザメの養殖をしてたんですね。あのキャビアを取るチョウザメの養殖をしてて、その養殖場が全て流されて、あのチョウザメはすごいこう繁殖力っていうのがあって、ずっとあの流された 3.11 のあたり、こうもうさっきの瓦礫の中で生きてたんでね、しばらく。で、5月頃町中が臭くなって、なんだこの匂いはって町の中心部がなったら、そのチョウザメが腐って瓦礫の下で、その匂いでした。すごかったです。当時のもう街中ではほっこりだらけだし、ハエがもうでかいんですよ。めちゃくちゃでかいハエがブンブン飛んでるっていう感じで、本当によくあれで感染症とかが大きい病気にならなかったなって今でも思います。で、応援受け入れなんかも皆さんの大阪の方からもたくさん来ていただきましたし、まあ、一番助かったのは近くの市長選、岩手県とか秋田県の、まあ、山手の市長選等がもう職員を派遣して、私がしたことは、まあ、来てもらって食べるものも寝るところもないわけですから、じゃあもうみんな避難所運営してくれっていうことで、避難所で3日3泊4日とか1週間とか、避難所にいれば寝るところと食べるものありますから、そういう形で最初は避難所運営をしていただきました。それはまあ市の職員も力切っていますので、そういう形で避難所運営したっていうこともありますし、あと避難所によってはコミュニティがしっかりしたところがあって、市の職員いらない俺たちが運営するっていうこともありましたので、まあ、そういうやり方もあるんだろうなと思います。まあ、自分あと言いたいのはやっぱり午前中も言いましたけど、公益の連携ですね。普段からこう助け合う、あとは助け合う市町村と密接に関連してた方がいいと思います。釜石市は隣が遠野市と、あの柳田国男で有名な遠野物語の遠野ですけど、そこと震災の時は助けてもらおうということで、遠野市は後方支援するよっていう市長さんがそういう、もう震災の前から言ってました。援軍が全て被災するわけだから、遠野市を中心にここからいろんな派遣応援するぞっていうことを訓練もしてました。まさにその通りになって、遠野は後方支援基地の全国のモデルになって、まあ、全市町村、あのいろんな市町村に呼ばれて市長さんがお話ししていると伺ってますけど、それくらい遠野市はそういう意識を持っていました。私はどこの市町村に行っても災害対応の違うところ、津波と津波の同じ災害あるところで助け合いできませんので、津波の山の方と津波の、私は東京の荒川区と災害応援拠点を結んだ時は東京の直下型は必ず来る、釜石の津波は必ず来る、その時はお互いに助けようねっていうことで、今回は助けていただきました。それは今回は釜石のもう電話も何も通じないわけですけど、本当にすぐ電話連絡しなくても水が必要だろうということで給水車を持ってくれました。また新日鉄の関係で、釜石で昭和40年頃こう転換で、家族ももろもっと東海市、あの愛知県の東海市に移動してっていう市があるんですけど、そことは姉妹都市でして、そこはもう市長がそのテレビの映像の第一発目が釜石の津波の映像だったということをすぐもう職員を派遣せって、職員が最初2人もう東北自動車道も通れないので、なんか日本海の方来たらしいんですけど、もうすぐ派遣になって、そこから何が足んない毛布が2万枚とかすぐ応援していただきました。
これは普段からのそういう付き合いをしてたってことになると思います。皆さんの方もそういう災害対応の力のところとこう応援協定とか普段の付き合いをやってればいいのかなと思ってます。まあ、国や県の役割っていうのもありますけど、もっと近い市町村の方が心強かったなとすごい思ってます。で、教訓です。私が今日言いたいのは、何よりも命を守ってください。災害で人が死んで今当たり前になってますよね。毎年同じ大雨洪水土砂災害で人が死んで、今年もかってなります。これが当たり前なんでしょうか。自分は災害で絶対人を死なせちゃダメだと思います。千人も死なせてこんなこと言うのなんですが、まあ、毎年同じことをやってんじゃないか。雨であれってどうにかなんないのかってすごい思います。皆さんの使命は地方自治法に書いてあると思いますけど、住民の生命と財産を守るというのは皆さんの使命だと思います。ただもう大災害になれば財産は守れません。あの津波で家を守れません。車も守れません。ただ命は守れんじゃないでしょうか。命は避難する行動を起こせば守れたはずです。ですからどんな災害でも、多分雨なんかでも毎年死んでますし、土砂災害もありますけど、何かの予兆があって早めに避難すれば助かるんじゃないでしょうか。そこを徹底的にすべきだと思います。地域防災計画でも避難所運営計画、あとはいろんな計画、食料備蓄計画とかいろいろあると思いますけど、一番は9割は人が死なない防災をどうすれば死なないか、そこを考えてほしいなと思います。今災害で死ぬのが当たり前になってますけど、やっぱり市町村は住民が亡くなればやっぱ負けっていうか、もう頑張れなくなります。やっぱ災害で人を亡くしちゃダメなんだろうなと強く思いますので、その辺を取り組みをお願いしたいと思います。よく東京なんかで、やってるのが帰宅困難者対策やってますけど、自分は懐疑的です。帰宅困難者対策なんか優先順位なんか低いわけですね。生きてればどうにかなるんですよ。みんなさっきも言いましたけど、正常化の返金じゃないですが、みんな生きてる前提で考えてるんですけど、多分東京で直下型が起こったら火災は起きるわ、ビルは崩れるわ、人はその辺で亡くなってますし、地下鉄だって潰れるかもしれない。そんな時に自宅困難者じゃないでしょう。それやるよりは死なない、火事にならない、潰れない街をどう作るか、死者を出さないことをやんなきゃないのに、みんな生きてる前提で帰宅困難者対策してる。それはおかしくないですか。まあ、やることは必要だと思うんです。優先順位は全然低いと思ってます。多分皆さんの方も都市型の災害っていう範疇にあると思いますので、多分皆さんこの前も小平市って東京に呼ばれた時言ったんですが、うちらは災害の少ないとこだと言ってましたけど、いやそれはそうとしても、多分東京で避難した人たちが全部郊外に向かってきて、途中で雪倒れたりそこに避難しますよと、そういう計画作んなきゃないんじゃないですかって言いました。多分そういう事態になると思います。去年だけありましたよね。どっかの外国人だったかなんか、東京のそういうところで行って、いやあんたは区民じゃないから来るなとかって、そういうことだった。多分そういうことって許されない。災害の時でお前この市の人じゃないか出てけって言えない。皆さんももしかすれば大阪で津波があって、そうすればたくさん来る、その時あんたは市民じゃないから出てけって言えないですよね。皆さんそれを対応しなきゃない、助けなきゃないと思って、多分そういう役割を皆さんになってんじゃん。多分そういう計画も作らなきゃないんじゃないかなと思います。で、自分もその宮城県沖地震が30年来に 99% 来るっていうので、こういう住民が集まった時にも、いつ今来てもおかしくないよって言ってましたけど、やっぱり油断はあったと思います。すぐ勝つないや、だから事前の取り組みが甘かったんだろうと思います。南海トラフだっていつ来てもおかしくないって言っても、やっぱりみんなすぐ来るはずないよなと思ってませんか。多分そういうことだと思うんです。だから早急にそういう対策をしなきゃいけないということになります。
あと想定は信じないということになります。さっきもハザードマップもそうですけど、やっぱり想定以上のものがいろいろ出てきます。自分はマスコミとかいろんなとこで叩かれましたけど、これだけは絶対喋っちゃダメだっていう言葉がこの想定外です。想定外でしたっていうのは、これは死んだ人の冒涜だっていうか、死んだ人に対して失礼だと思います。俺は想定外で死んだのかってなっちゃダメだ。多分市の職員は住民の生命を守るっていうことは、想定外でも死なせちゃダメなんだっていうことだと思います。想定外って言葉は学者の言葉であって、行政的には使っちゃダメなんだろうなっては自分に言い聞かせております。それでは理不尽に死んだ住民が浮かばれません。想定外で一言で片付ける死ってあってはならないことだと思います。まあ、さっきも言った通り、ハードにこう頼る人間はハードに頼ります。今震災後に釜石の沿岸は 13.5 メートルの防潮堤が作られています。もうまるっきり海は見えません。海と全く遮断されている世界です。個人的には防潮堤の高いのは反対です。さっきも言った通り、防潮堤が身を守ってくれると逆に逃げない人、避難しない人を作ります。今回の 13.5 メートルでも今回くらいの大きさだと、そこを津波を襲って登ってくるんですね。明治と昭和の津波を抑えても今度の規模の津波だと抑えきれないっていう膨張点です。なんでそんな大きいのつくんでしょう。避難すればいいわけですから、莫大なお金をかけてその作るっていうところに、ますますこう人間のそう避難するのを心っていうのをこうなくしてんじゃないかとすごい心配してます。昨日十津川村に呼ばれてお話ししたんですけど、十津川村も平成17年同じ年、平成23年同じ年に紀伊半島の雨ですか、雨で大災害を受けて十何人亡くなったと。いまだに山地崩壊で山がすごい状況になってます。で、砂防ダム作ってます。砂防ダムいくら作ってもやっぱり限度はあります。自然の力には勝てないわけで、ハードの限界っていうのは分かったはずなのに、またハードに頼ろうとしてる。川の去年なんか洪水決壊したりしました。いくら河川堤防をしっかり作ってもそれを乗り越えてくる、壊して浸水するっていうことあります。やっぱり最後は避難するしかない。ハードはある程度抑えてくれるけど、その隙にもう逃げる、避難するっていうことは、あの災害に対しての心構えじゃないでしょうか。で、すごい困ったのはやっぱりトイレですね。避難所応援なんかでもありますけど、トイレが大変です。市役所に3日間閉じ込められた時、トイレにも行くともう流せない。下水も全て崩壊されましたので流せない。もうたんまり溜まってるわけですよ。流せないから。もう便所に行く気にならない。多分避難所でもそういう状況が続いて、仮設のトイレをいっぱい作るんですけど、それまではもう学校の校庭に100メートルくらい穴を一列に掘ってそこにさせようかっていう、そこまで考えました。そして、全部入れたらもう土埋めると、そういうやり方を自衛隊から教わったりしましたけど、それをやらずにどうにか済みましたけど、トイレって本当に大変です。さっき言った皆さんの方でも、そう避難者の方がいっぱい来れば、まあ、トイレの問題というのは食べる以上にもう大変なもんだなって思った思いがあります。あのトイレの、その簡易トイレの整備やら、トイレの整備というのはしっかりしておくべきだろうなと思います。あと30分ぐらいですので、もう少しお話をしてご質問があればお伺いしたいと思います。日本人の特性っていうことで、日本人は昔からこう自然災害がたくさんあったと聞いてます。で、日本人には水に流すっていう文化があって、もう終わったことだからいいんじゃない、
ていう、すぐまた災害を忘れる、で同じことをやってるっていう、こういう、まあ、自然に即して生きてるって言えば生きてるんでしょうけど、そういう形の特性があるんじゃないでしょうか。で正常化の偏見っていうことで、みんな誰でもこうニュースでやって、ああ大変な災害だなと思っても、やっぱり人事なんですね。自分はああいうふうにはなんないやと、みんな、これは正常化の偏見って、私はああいう事故に遭うはずがない、みんなこう思ってる、これが人間の特性だと言われてます。私も阪神・淡路大震災の時はどちらかといえば人事でした。あんなのあるんだ、多分皆さんもそうだと思って。ただやっぱりいつかは自分に災害というのは、生きてる間にはでかいのは1回か2回会う機会があると思います。よくテレビでインタビューされると、こんな災害初めてですってみんな必ず言います。初めてじゃなくて、多分過去には何回も積み重ねがあったはずですし、忘れてる。また人生1回くらいそういう50年に1回の災害に遭うわけですよね。 100年に1回くらいとか、全く初めてじゃなくて、いろんな歴史はあるんだけど、それをしっかりと伝えてこなかったということがあるかと思います。で自分はいつも言ってるんですけど、人間住んでれば安全な場所なんかねえんだ、ないんだ。よく首長さんが安全な町を作りますって選挙公約言いますけど、安全な町なんてあるはずねえだろうと思う、そう言ってると思います。だって皆さん、ここ一歩出たら交通事故に遭うかもしれないし、誰かに刺されるかもしれない、危険とも隣り合わせなわけですよね。雨が、大雨が一気に降ってくるかもしれない、地震が、直下型の地震があるかもしれない、飛行機が落ちてくるかもしれない、どこもやっぱり電車乗ってたっていつかぶつかるか分からないし、もう危険に隣り合わせですよね。昨日小学校の子どもたちに言いましたけど、だからこう注意して歩けじゃなくて、まあ、そういう時に会った時、自分はどうすべきかをちゃんと心構えを作っておけっていうお話しましたけど、必ずそういう時は来る。全然生きてて安全なところなんかないわけですから、それをまずこう肝に銘じる必要があるんじゃないかと思ってます。で多様な災害があります。今温暖化になってますから、台風もこれから巨大化すると言われてます。まあ、去年おととしも皆さんの方でも避難所、おととしですか、避難所を設営したとか伺ってますけど、まあ、台風が巨大化するし、まあ、ゲリラ豪雨、雨の量が半端じゃない。私が若い頃は20ミリの1時間20ミリの雨って言ったらすごい雨だって言われたんですけど、今もう通常的に1時間100ミリとかの雨当たり前ですよね。もうすごい温暖化の影響にもあると思いますけど、台風ももしかすればもう東京湾でできて、そのまま北上して岩手県に北上してくるんじゃないか、スーパー台風みたいなのが、それくらいも温暖化になってるということかと思います。また考えられないような、まあ、火山なんかもありましたし、いろんな災害があります。また今の新型肺炎なんかも大きい範疇では災害だと思います。対応していかなきゃなくなりますので、そういう心構えをしっかりしなきゃないし、しっかり対応しなきゃない。で私のように田舎であれば都市型の災害ってじゃないわけですけど、もうむしろ孤立する集落がいっぱいあったり、そういう問題はまた都会とは違うのはありますけど、やっぱり都会型は地下街があったり、公共交通機関がたくさんあったり、高いビルがあったり、人口がまず密集してますよね。人口とか家が全く違う様相になると思います。まあ神戸なんかもそうでしょうけど、まあ、火事とかですね、倒壊する、あと大阪であれば、まあ、地下にもしかすれば津波が入ってくるとかですね、そういう形で、まあ、都市型の災害にも対応しなきゃない、まあ、皆さんの方はその都市から多分人がいっぱい流れてくるんじゃないか、まあ、大都市の真ん中にあるところですから、大都市に囲まれて、まあ、皆さんの都市も大きいところですので、まあ、都市型の災害というのはまた違う様相を呈するんだろうなと思います。さっき言った通り、まあ、住民ばかりじゃなくいろんな人が入ってくる可能性もあるわけですから、自分の市だけがいいという計画にしちゃダメだと思いますね。もっと多様な計画を作っていかなきゃないんだろうなと思います。で忘れない、伝えていくと、釜石でも
明治29年、昭和8年も大きい被害を受けたのに、今回もまた大きい被害を受けました。何を一体反省してきたんでしょうか。震災が起こったたびに石碑だけが増えてきます。石碑がいつも立つんですね。明治29年も地震が来たらすぐ逃げろ、武田に逃げろとかですね、この下にお家を建てるなとかね、みんなすぐ忘れて、昭和8年もまた石碑作った、今回も作りました。何が教訓になってるんでしょうか。全くなってない。また同じことをした。ただ今回違うことは、もう津波に危険な地域には住まない、さっき言った通り高台移転が主流になってます。森として津波には強いかもしれないけど、多分雨とかにはこれは弱いんじゃないかと自分は思ってます。津波のリスクは減っても、今度雨とかのリスクが以前より高いんじゃないかっていうふうに勝手に思ってるんですが、だからどういう高台移転やったってやっぱり安全な場所じゃないし、みんなそこに安全を求めますけど、やっぱりリスクはあるんだろうなと思います。で、プロシアのビスマルクは言いました。愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶと言いました。多分経験を喋って何も反省しないで、次に何も起こさないで石碑ばっかり作って、愚かな自分たちはそうやってまた同じことをやってしまった。本当は歴史にしなきゃね、しっかり検証して改善して歴史としてちゃんとつないでいく。例えば釜石でやってる防災教育、これ子どもたちが大人になって、親になって、おじいちゃんおばあちゃんになって、その孫や子どもに伝えていく、で避難する文化っていうのを作っていく、そういう歴史を作っていかないとまた同じ失敗をするんじゃないかというふうに思っています。私たちは経験だけを語った愚者であってはならないと思います。で、釜石では防災教育っていうのを子どもたちから防災をしっかり取り込もうということでやってます。それは一つの手段で、まあこれはベストじゃないかもしれないけど、すごいいいことだと自分たちは思ってます。多分子どもたちが大きくなってもその避難する心っていうのはあるわけで、それを伝え、30年50年経てば多分避難する文化っていうのはできていくんじゃないかなと、そこを期待しております。さっきも言った通り広域での連携、単独の今災害救助法とか基本法も、自分の市を被災しても自分の市が助けるみたいな仕組みになってますけど、もうそういう時代じゃない、広域でものを考える時代になると思います。皆さんの方だって山とか川はあるんでしょうけど、普通であれば田舎の方であれば山とか川でこう市町村を隔てられてますけど、皆さんとか全くもう山もなくて、もう隣 もう大都市大都市あるわけですから、そんなところで自分の市だけいいなんていうのはあり得ます。多分災害になればそこ一連だし、災害対応をやれば一連になるわけで、こう攻撃でこう一緒にやっていかなきゃないんだろうなと思う。で、自分は記録が大事ということで、私はさっきの本部にいた時もそうですけど、全く記録する暇がありませんでした。新しい本部に4日目に行った時、国交省から衛星電話が入るんですけど、今度は電話にかかりきりになります。もう次々電話来ます。書いてる暇がないんです。こういうことがあったとか、あとは最大本部でもこういう決定したなんて、もう書いてる暇がない。次々判断しなきゃないっていう。多分でも記録がないと、さっき言った次の展開がないわけですね。改善するで改めていくってないわけで、やっぱり記録するっていうのは行政的にはすごい大事なことで、どこの市町村にも言ってるんですけど、どんな災害でも必ず記録する人、映像でもいいんですよ。あと音声撮っててもいいから、写真でもいいし、それを専門的に作るべきだ。ああいう災害の時に、なんでお前写真ばっかり撮ってんだって、こういうふうになりますけど、多分そういう人って必要なんだろうな。次の同じ思いしないためにしなきゃないんだろうなと思って。だから自分は全くその頃の記憶が書いたものがないですから。じゃあ夜でもこう日記っていうか、そうすればよかった。そんな暇がなかったです。最初の3日間眠れませんでしたし、あとももう夜中でも電話がじゃんじゃん来ますので、例えば仮設住宅ができた、やっとできた、1つ目、その晩から電話です。もう夜、雨漏りするどうにかしろ、もう次のフェーズに入って、次の展開になってまた新しい課題が次々出てくるって、もうそういう状況でした。まあ、それにつけても
こう記録をするということが大事です。釜石では震災の4、5年前ですかね、東京大学の社会科学研究所というところの先生方が希望学という学問で釜石をフィールドにします。釜石は製鉄所の合理化、あとは津波でズタズタ、あとは製鉄所があったので1945年に艦砲射撃を、海から米英軍の艦砲射撃を2日間受けてるんですね。7月14日と8月9日長崎原爆の日にも釜石もズタズタにされています。そういう悲惨なことがあったので、もしかすればそういうところに希望があるんじゃないかということで釜石をフィールドにしてやってました。で、希望学っていう東大出版から4冊の本が出るんですが、で、この震災の時にその中心の3人の教授の先生が本部に来て、あ、生きてたかってこう泣いて再会します。まあ、ずっとお酒を飲んでましたので、で、その時俺たちなんかできないかって言った時に記録をしてくれってお願いしました。これは無償でもお願いします。記録をしてくれって、俺はもう反省してるのは記録しないことなんだっていうことで、っていうのはその前の希望学で新日鉄の OB たちにオーラルヒストリー、つまり聞き取りで物語を作ることをやってたんですね。それをやってたので、そういうオーラルヒストリーでやってくれっていうことで市の職員とか消防団とかいろんな人のオーラルヒストリー、つまり先生が聞いてそれを文章に起こすっていう作業をしてこう本にしました。で、その他に持ち場の希望学っていう本をその4年後くらいに作ります。先生たちと、先生たちが研究し、で、お前も書けって言われて一生書くんですが、まあ、それも東大出版会から出てまして、自分の当時の再逮本部の話等を書かせていただきました。あとは反省点とかを書かせていただきました。で、現在先生たちは今年までやったのは震災対応学っていう学問を今度こうして研究に入って、先週でしたが釜石で発表会がありました。で、来月発刊になるんですけど、それも4巻シリーズの3巻目が釜石シリーズなんですが、自分もそこのこう聞き取り、先生の聞き取りになって私の部分がこう出てくるんですけど、それ書いた先生が京都の大学の先生で、今日終わったら行って夜ご一献することになっています。まあ、そういう形でいろんな形で記録をさせて、本当に無償でやってもらっていると。当時自分ができなかったことを先生たちの力を使って、あと本人までしてもらってやってるっていうことになります。本当に記録って大事だと思ってますので、どんな時でもやっぱり記録しなきゃないんだ、次にやっぱりつながらないわけですね。そういうふうに思ってます。あと15分くらいあります。まあ、避難所運営、特に避難所運営とももっと喋りたいこともたくさんあるんですけど、一つのテーマでももう何時間でも喋れるんですが、自分は本当に災害対策本部を総括してたので、全ての支援物資から全てのこう中心にいましたので、その件についてこう話できればもう全部できるんですけど、もし皆さんがこう知りたいことがあればご質問どんどんいただきたいなと思います。どうもありがとうございました。